毎晩毎晩ご苦労なことだ。殺した、いっぱい殺した。自分の恨みを晴らすため、自分の思いを遂げるためだけが殺した。魔物だからいいの？殺していいの？自分一人が生き延びるためなら殺していいの？勝手なこと言いやがって。いつになったら届く？あとどれだけ資料どもをかき分けたら、あとどれだけ使徒どもを切り倒したら、どれだけ闇の中を這い回れば、あいつに。こら、何やってんだ。目覚ませ、死ぬぞ。バカ、気合入れろ。フェンシング刺す、フィッシング刺す、さらに絶好刺す。おい、何やってんだ。刺す。
感謝しろ、キツケの一発だ。てめえ、ふざけ。はあ、タグ、てめえがいると力が抜ける。マジでやってんのがアホらしくなるぜ。いるよ、獣が。なるよ、化け物に。なるよ。獣、化け物。ふざけんじゃねえ。俺は俺だ。他の何でもありゃしねえ。俺は俺のまま、あいつまでたどり着いてみせる。俺様のおかげだな。俺様のおかげでお前は生き延びることができたな。この俺様のおかげで。ま、確かに薬箱代わりにはなるか。わーった、負けたよ、パック。そこはお前んちだ。好きにしてくれ。ねえ、今パック釣った？ああ、言ったよ、言った。もう長い付き合いで名前で呼ばれるの初めてだぞ。知るか。ついに追い詰めたぞ、黒い剣士。敵復活、囲まれてるよ。我らは法王庁直属製鉄騎士団。奇跡認定局よりその方を法王庁に連行せよとの命を受け、長谷参じた。長谷さん、何？剣を捨ておとなしく投降するならばよし。さもなくば我らが神明にかけてその方を捕獲する。なんでだよ。俺は坊さんにしょっぴかれるような覚えはねえぞ。ねえことねえが、あんまし。説得力ゼロ。よく言う。貴様の血に染まったその姿は何だ。貴様の通った後に残る屍の山、その返り血ではないのか。もはや語らぬ、これは真意である。全軍、黒い剣士を捕らえよう。マジじゃん、この体じゃ。どうすんの。戦未経験のボンボンの集まりなんですから。それでセルピコ殿はそこで何をしておられる。嫌だな、分かってるくせに。血を見るのが嫌いだから入団したんですよ。これが
黒い剣士、間違いない。このまがまがしさ、幾白くに記されし。奴の息は上がってるぞ。今だ、捕らえろ。ファルネーゼ様、黒い剣士を捕獲しました。ファルネーゼ様、撤収のご命令を。 ああ、よし、全軍撤収。大神院に末席を連ねる者の義務として 2、3 簡単な尋問を取り行う。つくづく神様とかそういうのと相性悪いんだな。貴様、何を笑うか。神を冒涜するがごとき言動、二度は許さん。貴様の目的は何だ。ことによっては異端審問にかけることになるぞ。それが嫌なら素直に洗いざらい白状することだ。あんた、神や悪魔を信じているのか。会ったことはあるのか、神に。神はたやすくその奇跡をこの地上にお示しにはならない。神とは常に我が信仰とともに、この心とそして天に増しますものだ。何を笑う。
絵に描いたような答えだな。修道院でお勉強したのが、昔そっくり同じこと言ってた貴族が町一つ丸焼きにしてたぜ。俺が言ってんのは、そんな中身すっからかんの置物みてえなクソの役にも立ちゃしねえ神様のことじゃねえよ。懺悔するだけ時間の無駄だ。悔い改める気ねえし、あんたに話したところで何一つ分かりゃしねえよ。貴様、貴様、製鉄騎士団団長であるこの私の前で天に唾するがごとき言動の数々、よくぞ申した。もはや容赦はせぬ。体中の皮が剥がれ落ちようと必ず口を割らせてみせる。我が信仰にかけて。あんたかなり無理があんな。神だの団長だの、そんなもん振りかざしたところで人望ってやつはついてきやしねえぜ。俺に言わせりゃあんたは、あんたが崇めてるその置物と同じ中身すっからかんだぜ。バルネーゼ様、一体何事ですか？何でもない。もうよいぞ。そのものを牢に戻せ。はっ、連れてけ。あんまりいじめないでください。うちの団長、ああ見えて結構可愛いところもあるんです。助けに来たぞガッツ君。ほらこの鍵で脱出だ。よし、とっとと発せ。うん、ありがとうは？なんだよ、細けえこといちいち。親しき中にも礼儀あり。てめえ、人のカバンに住み着いたからっていい気に。おい、ちょっと待て。こら、ありがとうよ。ございます、パック様は。ありがとうございます、パック様。あー、聞こえんの。ありがとうございます、パック様。しょうがないな、もうお世話の焼ける。ひねる、後で必ず。